ヒップアップのためのエクササイズ、ヘリコプターを行っていきます。ローラーを横に置き、その上に骨盤を置いていきます。手で安定させたら足を天井に向かって伸ばす。そこから前後に足を開いていきます。足先で大きな円を描くように交互に動かしていきましょう。ポイントは足で綺麗な円を描くことです。お尻の筋肉を丸く使うことによって綺麗なお尻の形にしていきます。次にお尻の筋肉、大臀筋を使って行うエクササイズ、バタフライを行っていきます。ローラーを足に置き、足は小指側の方で設置していきます。骨盤から太もも、お腹、一直線になるようにセットして、そこから上下にアップダウンしていきます。なるべく小刻みに1ミリ程度骨盤を動かすイメージでアップダウンを繰り返していきましょう。20回ほど動かしたら、最後は高い位置でキープ、10秒キープしていきます。次にお尻の筋肉、こちらも大臀筋を使っていくトレーニングになります。肘をついて四つ這いになり、そこから片方の足を天井に向かって蹴り上げていきます。お尻の下の方にしっかり収縮が入っていることを確認して、リズミカルに上げていきましょう。この時に過剰に腰が反らないように、肘でしっかりマットを押して、体幹は安定させながら動かしていきましょう。20回ほどしたら反対側も同じく繰り返していきます。足の裏を天井に向けて、しっかり足は遠くを通るように蹴り上げていきます。お腹が抜けて腰が反るのは注意。肘でしっかりプッシュしていきます。次に骨盤を立てる筋肉。立てることによってお尻の高さを上げていきましょう。ヒンジバックです。ローラーの上に座っていただき、座骨から頭頂まで一直線、手は膝の上に置いて、そのまま上半身は一直線のまま後ろに傾けていきます。肘が伸びきるぐらいのところまで倒していきましょう。股関節の付け根が使われているのをイメージして動かしていきます。座骨から頭頂は一直線。次に手を前ならえにした状態、指先は目線の前、そこから後ろに傾けていきます。股関節を軸に、上半身は一直線。関節の付け根からお腹に筋肉の収縮が入っているのを確認していきます。
最後にレッグサークルを行っていきます。足は揃えて立った状態で、股関節と膝を同時に曲げてスクワットのポジションを取っていきます。片足に体重をかけて、反対の足は浮かせれると思いますので、前に伸ばす、横に広げる、後ろに伸ばす、これを繰り返していきます。かかとでちょん、つま先でちょん、後ろに伸ばして繰り返します。動かしている足に体が持っていかれないように、重心をかけている方の足、股関節をしっかり引き込んで動かしていきましょう。次は反対側もいきます。股関節を挟み込んでお尻をピリッと突き出します。ぶれないようにキープして、前に伸ばす、横、後ろに伸ばす、これを繰り返していきましょう。軸足のお尻にしっかり筋肉が入っていることを確認して行っていきます。You're my sunshine. 날 비춰주는 sunshine.